フリードリヒ一世は、埋戦編教博、ザクセン選定校、高専校のあだ名を持つ。父は、埋戦編教博フリードリヒ三世、母は、カテリーナ・フォン・ヘンネベルク。おじのビルヘルム一世が1407年に死去、弟のビルヘルム二世、重帝の中林元法博フリードリヒ四世と共に、埋戦を統治した。ニュルンベルク城博フリードリヒ六世と共に、ドイツ騎士団と組んで、 ポーランド王権リトアニア大公ブアディスワフ2世と戦った。神聖ローマ皇帝をめぐる内乱では、プファルツ選定公ループレヒト3世を支援したが、1410年に死去した後は、ジギスムントに従い、フッ戦争に参戦した。1423年、ザクセン・ビッテンベルク行位を授与、アスカーニエン家が断絶した後のザクセン選定公に選ばれた。フリードリヒ1世は、 以後もジギスムントに従軍し、1426年にフスハに大敗するまで支援を続けた。1425年にビルヘルム二世が死去したことにより、中林ンを除いて単独の領主になったが、1428年にアルテンブルクで死去。遺体はマイセンの大聖堂に埋葬された。1409年、フスハとの対立でボヘミアを去ったドイツ人のために、 ライプツヒヒ大学を創立。ハイデルベルク大学に次いで2番目のドイツ伝統の大学として、現在も存続している。1402年にブラウンシュバイクリューネブルク校、ハインリヒ一世の娘カタリーナと結婚以下の子を設けた。カタリーナ・フリードリヒ二世ジギスムント・ビュルツブルグ司教、アンナ・ヘッセン・ホーハク・ルートビヒ一世と結婚、カタリーナ・ブランデンブルク選定校、 フリードリヒ2世と結婚。ハインリヒビルヘルム3世中林源宝白、名目上のルクセンブルク公も兼ねた。フリードリヒ1世と、ヒ、カタリーナ。ありがとうございます。